て日が暮れて。いい方。ごきげんよう、山口愛理です。今日は新潟に来てます。天気がめっちゃいいわ。ということでレッツゴー。新潟の川です。万代橋信長水門まで見えてる。綺麗すぎる。やっぱり自然が一番綺麗ですね。かれこれ 2,30 分歩いています。今日はとてもいい天気に恵まれまして、本当に私の前髪もこうなっちゃいますよ。さすがにやっぱりいい天気の時、蜘蛛の巣、まあこうやって蜘蛛の巣を避けながら生きていくっていうのはやっぱり人生にとって大切なことですよね。蜘蛛の巣の一本二本自分からくぐり抜けていく、その方が楽しくないですか。Thank you.
とぎゅうぎゅうする。うわこれさ、なんかひばりついてんのなんやろ、あの舌とか。でもよう見たらこのな、あのクラゲのな、体の中にそのなんか赤い点々が、卵かな、卵、うん、もしかしたらあれ卵なんかな。でも細胞分裂するはずやから卵じゃないはずやねんけどな、クラゲは。なんやろ。で、あいつだけやたらとな尻尾、こいつこいつ、この子だけなんか尻尾めっちゃ生えてんねんな。全然違いますね。日本海におる魚みたいな感じです。ほとんど食べている魚ばっかりでしたね。なので興奮しました。うわ、あ、出したらあかん。あれ尻尾、あの泳ぐためにな、あれ進化してる。何してんやろ。もう暇を持て余してあれじゃん。え、吐きそうになってるやん。ピンがある気も悪そうやな。二日酔いやな、完全に。やっほー。うわー。あざまがし。めっちゃおもろい。足めっちゃ可愛い。足可愛すぎる。足可愛すぎる。こっちから撮るスタンスで行こう。足こうなってます、皆さん。大体は。え、これ鳥なん？ペンギンやんな。ペンギン？鳥？鳥かペンギンかはもう分かれへん。ペンギンやん。ペンギン？全然ペンギンじゃない、鳥みたいな。え？身柄。やばいやんな。やばいやんな。鳥、ここ鳥やん。足立つしちゃった。歯磨いてる。来た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 。おお、みんな顔出して。ジェラートを食べます。いただきます。おいしい、うん、安くなかったら思ってるよ。安いな、うん、この量入ってる。400円。これ50円しか変わらんの。300円、400円。1個だから50円で付いて。美味しい、めっちゃ美味しい両方。これはキイチゴ。美味しくない？美味しいな。これはヨーグルト、ブルーベリーの。美味しいな、私も。
いちご美味しい。うん。手いちごらしい。美味しい。はい、皆さん、これが銀杏です。これが落ちるとうんうんの匂いがします。もうほんまに臭いんですけど、これはね、銀杏はね、食べれるんですよ。一回土の中に埋めて腐らした実を削り落として種の中身を食べます。以上。新潟五穀神社ということで、今日は新潟の旅でした。今回も見ていただいてありがとうございます。また見てね。